介護福祉士17年、病院で看護助手の40代男です。エクセルの入浴患者表があって、週ごとに表が更新。自分が関数を加えて1シートだけ編集するごとに、5シート自動化した患者表を市長、かっこ上司に見せて却下されました。ひろゆきさんよりパソコン使えませんが、職場ではパソコンは使える方です。上司に期待が問題はありません。苦手な人ではないです。提案を通すにはどうすればいいですか？転職か移動すべきでしょうか？上司に見せる必要なくて、手書きで自分で作りましたって言って、単に自動化したものを毎回出して、で、このシート作るのに僕、毎週2時間かかるんですよって言って、2時間サボってください。で、要はエクセルのそのマクロでバーンって手作ったもので、出すだけで2時間分遊べるっていうのなので、なので別にその上司の人に自分がやってることを理解させる必要はないんですよ。2時間かかってるかのように思わせて、なんか漫画でも映画でも見るなりサボるっていうのに、自分の利益を増やした方がいいんじゃないかなと思います。というわけでお疲れ様でした。